相手がついてくる。交差突き。交差突き上としたら、正体とも反応だ。で、これやった。ほな、こっちが開きよう。な。はい。これ、こっちが開く。こうや。な。これを交差突きという。鼻の下骨な。普段こう決定で狙うけど、今日は危ないから、これで。また、下から行った時でもこれを狙う。これを狙うんだけど、こう決定。危ないからこうする。また、あるいはこれで行く時は止めるから。はい、決め当てるつもりで、これ。はい。ずーっ、はい。これで、今上から行ったやつ。上から行った剣はこう流れる。わかるよ。当てるつもりでこれ。ゾロゴーはい。こういうことだな。わかるか？次はそれを下から。ゾロゴーはい。やっぱここに出すので、剣はこっちへ。これ、セブリ。ゾロゴーはい。剣はこっちへ。ということで、これを上から行ってもいいし、下から行ってもいい。ただ、五代さん、背高かったら、上から行くほど僕しんどい。上から行かんほうがいい。下から行く。で、五代さん、背低い。ほな、下から行くのしんどい。上から行ったほうがいい。だけど、五代さんは、僕と身長は同じだから、上から行っても下から行ってもいい。けど、君行くとしたら下から行く。な、君がやるとしたら下からやる。下から。で、君がやるとしたら上からやる。五代さんみたいだな。それを、いつも言うように、身長や体重や技術や年齢や、いろいろ考えてやるよということになる。基本は両方ある。それから、もう一つ。これ、抑えながら行くんではない。軽く。軽くスーッとさすりながら行く。またか軽く触れながら行く。そんな力は 1% もない。1% もそうだらか。それで、ちょっと右寄るぐらいがいい。はい。ちょっとこの右寄るぐらいがいい。これでもいい。だいぶ寄ったな。ちょっと寄ったな。はい。これ見といてよ。はい。ちょっと右寄った。当たり前だって、こっち側なんて出てくる。右から行かないな。ちょっと行ってもうちょっと行ってだから、はい、はい、構えて、突き上げてもらう。スッ、スッ、こうやって行く。こういうふうに右へ行く。これ今逆突きやったな。僕先生。逆突きでも順突きでもいい。これでスッ、スッってと同じことや。これ順突きや。な。順突きでも逆突きでもいい。上側から行く。押さえない。スーッと擦るだろうと。1% の押さえる力。ということは元のゼロだ。で、まあ話したら鼻ぐらいだろう。大体ね。これはまあ、また身長体重によって違う。また、それを、整体でもいいし、マハミでもいい。はい、整体。はい、整体。これ整体やな。逆突き。はい、整体、順突き。はい、順突きやな。はい、順突き、マハミな。はい、ずーっと。これマハミな。マハミの前、手ここやな。手ここ、手前やな。こうと。鼻の前。ね。これ、スーッと行って、こっちこう、受けたいまで。この受けても、ここへ行かない。ここへ行ったら体来ないんだ。こう、はい。マハミで受けて、スーッと行って、マハミ。な、これ、出てたらいい。だから、はい、スーッと行って、こっちってこう出したらいい。な、マハミと行く。それに対して、下から行く。下から行くやつは、上から行くやつと同じように、やけれども
サッカー部かな。こうするんやけど、ちょっと上へ 5% ぐらいの力がいる。 5% ぐらい。いかん。力と言えん力をピュッと上の方へ加えながらと。これ上様が多いな違いや。たぶん、あの腕の体重を感じるんやもんな。それとちょっと、この場合左より。順突きでも逆突きでもいい。はい。これ、それをちょっとこっちやってる。見てる。寄ってやる。中心点や。ここにちょっと左よ。いいか。ちょっとこの場左よ。逆突きの場合。ツー、ツー、ツー。顔、ここら辺でな。ちょっと。0.、今言って 5% やで。最高。4% でも 3% でもいい。キンバーンって言ってこう。さあ、ちょっと力感じるだろ、僕も。ちょっと決してね、跳ね上げるような、ひどい力ではない。つくんは 95% 以上。上上げる力は 5% 以下。な。だからほとんどまっすぐつくに等しい。特に左へ移動したらあんまり跳ね上げんでいい。跳ね上げる理由は、腕の重さと僕は思ってる。な。はい。それで、スーッとやって、こっち、こっち。ちょっと中心で、こっち寄ってる。これ逆付きやな。順付きでもいい。そう、こっち、こっち。これ順付き整体。はい。はい、これ逆付き整体。はい。はい、順付き整体。半身、真半身でもいい。はい、スー、こっち。真半身や。な。真半身だ。ほな、こうやって、整体で構えとって。おお、来たかいって。そういうふうに真半身でもいい。真半身は順突きしかない。でところで、今、いずれにしても、この手でこの手をやった。なんちゅう、この手やった、この手。これ、右手やった、左手や。な、右手でこれはほとんどできない。それは。これ、この組み合わせはダメ、できないの。な、これ来たら、はい。これ来たら、こんなのができないし。な、できない。だけど、今度もこれやったら、これができる。だから、これとこれとの組み合わせで、その技が、これとこれとの組み合わせで、その技が、というふうに覚えていてほしい。だから、これで今度もは、まあ、その場で始めたら逆で来てもいいし、こっち側で、反対。順序来てもいける。これできたら、これ整体。下からやな。これ整体。ぐーっと。順序来て。整体順序。はい。はい、これで。はい、整体逆向き。はい、いいな。な。はい。はい、もちろん、今まで、パッと構えとって、はい、来たら、パッと回るんだと思う。それから、こっち側やったら、整体外から、はい。同じことやな。整体外から、押さえる力出したいからと。それか、はい。スーッとしとって、まあ、これ。それから、これ、前へ出ても後ろ行ってもいい。例えば、これ、はい。もう、反対。これ、前へ行くよな。この例えば、はい、こうやって前行く。こんなんでもいい。別にその場でやな。はい、その場で、こうやってもいいし、はい。その場で、こうやってもいいけど、前出てもいい。例えば、パチパチパチ、サバイーって、バーって、これ、真半身。前出たな。前出て真半身になった。前出て正体になった。ぐー、バッタオーバー下行っちゃった。はい。前に出て正体なんです。後ろの足から出て行っても構えない。何でもいい。終わりが同じだったらいい。
それを、はい、自分の手でやったら、ほんまに何来るか分からんな、はい、これで、来たらこれでこうやってやっとったら、まあこれで受け取れない。実はこれや思ったら、あっちへ。だから、はい、これや思ったら逆突きだっとったら、ほんなこうなったら、ああいう死になるな。こっちなんて必ず使う。はい、これ、ザーッと、ここ必ずここを置いた。これ整体や。整体で、この手をこうするつもりやってんけど、実はこれやった。まあ、これ、こっちはこうかわいい。こういうんですよ。だから、これは、上からの交差突き、下からの交差突きやけど、もう一本の手は、必ず突こうと、防御用に。ということが大事です。はい、そう。普通に来て、普通に来たらそう。これなかったらいいやん。けど、まあ、あって、置いとく。それと、反対側来たとき、逆で来たとき、これが役に立つ。置いとくんやりたいけどな、受けた。だから、必ず交差突きの場合は、もう一つの手を、防御に回してください。例えば、真半身でも、はい、また普通に来て、ずーっと来て、真半身でもこうやって置いておいてほしい。な。これ置いていた。いらんねんけど。そんな反対側がたまたま来たら、さーっと来たら、反対側が来たら、これが防御になる。そういう意味で、反対側の手は、必ず防御に使っておく。いうことが大変です。また、大体そういうことで、交差突き、順突き、逆突き、整体、真半身。前へ出て突こうともいいし、後ろへ下がっても突こうともよい。横でもよい。いうことな。まあ、ちょっとこう、こう考えてる。あ、普通に来たらこうやって、こうやって。まあ、こっち側で取ったら、こっち側で取ったら、こうやって、こうやって。はい。間違ってこっち側で取ったら、こうやって、こうやって。まあ、これ横行っても、行ってかい。というふうに、自由に使える。そういうことで、これを活用してほしい。一応、交差突き、上からの交差突き、下からの交差突き、真半身整体、前へ出てもいい、後ろへ下がってもよい。もう一つの手は、交差突きしたもう一つの手は、必ず防御へ移してほしい。防御へ使うといてほしい。ということ。これで、ちょっと交差突きの説明を終わります。一回切ってください。